12月27日午前10時地方裁判所第3法廷というわけで、どうもイナレスです。前回に引き続き逆転裁判やっていきたいと思います。いやー、前回のパートが面白すぎたからね。裁判も、カルマ検事と当たった時の裁判もそうだし、証拠集めタイムもまさかのめちゃくちゃ面白いっていうね。これはちょっと自然と期待感も上がっちゃうよね。今回も、まあおそらくカルマ検事なんだろうけど、ちょっとどういう裁判になるのか全然予測もつかないので、もうやっていきたいと思います。あ、もう三つるぎと話す時間もないんだね。これより三つるぎ零士の法廷裁判を、法廷を改定します。弁護側は準備完了しています。相変わらず何も言わねえな、このジジイは。はい、で、もう、そっか、もうスルーするんだ。はい、では、検察側も準備ができているということで。まったく、どっちが偉いんだかわからないな、本当にな。では、カルマ検事、冒頭弁論。これも言わないんじゃない？前も言わなかったし。もうな、スルーするね。はい、では、スルー。はい、では、冒頭弁論は特になしということで。あれ？勝手に進めるな、裁判長。お前が黙ってたんだろう。我が輩は今、意味深い。あれ？なんか急にちょけてきたぞ、こいつ。三剣も、なんか、ちょけるときは、割と急なちょけ方してたけど、そこも師匠譲りだったってことか。我が輩は今、意味深な間を取っておったのだ。はあはあ、それはどうも。予告しよう。キン。はあ。本日の法廷はこれより3分以内で終わるだろう。3分。3回。正式に。カルマ検事、今の発言は一体どういう？いきやりいきやり、うるせえな。お前でうるさいのは。貴様よもいちいちうるさい男だ。3分といった以上無駄な時間はない。さっさと証人を呼ばせてもらうぞ。はあはあ。では決定的な目撃者を入廷させていただこう。ちょっとこれは怖いな。あ、そっか、あれか、間違えた。あのじいさんを呼んでくるのか。親父ね。名前も年齢もわからないんだけど、まあ、三剣が言ってた限りだと、ね。今生きてれば50歳ぐらいだろうって。で、今現在出てるキャラクターの中で50歳なのは、今んとこ一人もいなくて、もう自然とこの人になるわけなんだけど、ちょっとまだわかんないよね。で、あと、DL65 事件の写真自体はないのか。殺害現場はあったけど。さゆりさんね。これも怖かったな。もう10回ぐらい言ってるけど。ただなんだろう。このじいさんがさ、安直に犯人ってことはない気がするんだよな。まだ、第二審だし。いや、どうだろう。今回の事件の犯人ではないな。確実に。次の、最後の法廷で判明するんだろうけど。まあ、それはちょっと一旦置いとくか。はい、入廷させていただこう。あの、ボート替えの謎のおじさんか。なるほど、まだピンときてないんだよね。寝るな、法廷で。証人、職業。生まれた。もうが、ああ、ひょうたんこ公園でそば屋や長寿庵を。もうふざけるのは許さないぞっていう無言の圧だな。ボケながらも答え変えてきたな。あとあれだよな、この人ボケてるとか認知症とか、まあまあある意味の認知症かもしんないけど、あれだよね、どうやら、ファイルによると酸素が欠落して脳にダメージを負ったせいでこうなってるんだよね。ちょっとより同情しちゃうよね。
そうなると、もし犯人じゃなかったら。ああ、そのボートを貸したりしております。はい。証人は、事件の夜は、ボート管理小屋に？はあ、おりましたです。はい。急に流暢に喋るな。では、証言を。あ、じいさんの声で呼んじゃった。ちょっと待てよ。あのおじさん、結局誰なんだよ。確かに名前ぐらいは言ってほしいよな。これは異議申し立てもいいんじゃないか？ちょっと待ってください。証人はまだ名前を言っていません。聞いてなかったのか、弁護士。我が輩は3分で法廷を終わらせると予告したのだ。チッチッチッ。くだらぬ質問をせずに協力したまえ。こっちは3分で終わってほしくないんだけどな。するわけないだろ。本当にな。証人、名前をお願いします。また寝てんじゃねえよ。もう寝る頻度が早すぎる。もうが。それが、その、はっきりしないもんで、はい。どういうことですか？記憶が、その、裁判長。この証人には数年前より記憶がないのだ。したがって、名前もわからない。いや、でも、いかにボケてるとはいえさ、一人で住んでる以上はさ、ね、家賃とか払ってるわけだし、税金も納めてるわけでしょ？自営業だし。どうすんのさ、その時に。もうホームレスみたいな扱いになってんのかな？まあいいけど。ふむ、記憶が。しかし、事件を目撃したのは3日前。証言するのに問題はない。わかりました。では、証言をしていただきましょう。来たね。来い。あれは24日の夜12時ちょっと過ぎのことでした。はい。いつも通り、そば屋、ボート管理小屋にいたんです。そうしたら、パーンという音が聞こえたです。はい。そんだけじゃなかったか。窓から外を見ると、ボートが一つ浮かんでおりまして。その時、もう一発、パーンと。結局、だから最初の一発は何なのか、未だに分かってないよな。そのうち、ボートが帰ってきて、男が一人、窓の外を通りました。そんだけか。いや、ここもちょっと、パッとわかる怪しい点はなかったけど。ふむ、では、尋問を。これまた、異議ありって言われるパターンじゃない？はい、来たね。異議あり。チッチッチッ。この証言に文句をつけられるとこなどない。したがって尋問など必要なし。というか、もう予告した3分まで、あと10秒しかない。裁判長、判決だから早えって。本当にお前40年間無敗だったわけ？若い頃はどうしてたの？その圧で乗り切るには若すぎるだろ。20代とかじゃ。はあはあ。なるほど、君。どうしますか？あっちするに決まってんだろ。何を言ってるんですか？当然するに決まってるでしょう。ふむ。そうですね。わかりました。うお、ふお。なんだ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 。どうしました？カルマ検事。3分経ってしまった。そうですか。では、ゆっくり行きましょう。なんか、裁判官もなんかもう、ね、されるがままにされてる割には結構、なんだろう、流すよね。こういうところ。弁護人、尋問。あ、もう、普通に無視でいくのか。よし、やるか。あれは、もうここはもういいや。24日の夜12時、ちょっと過ぎのことでした。はい。いつも通り蕎麦屋、コンボート管理小屋にいたんです。そしたらパーンという音が聞こえたです。はい。これちょっと聞いてみるか。その音はどこから？だからもう寝る。スピードもそうだし、頻度もやばい。湖の方からだったかな。キン。間違いないな、証人。はあはあ。では、続きを。
あ、一応とりあえずまだしばらくは揺さぶっても大丈夫かな。窓、あ、もう窓から外を見るとボートが一つ浮かんでおりまして、うん、ここも別に大丈夫かな。その時もう一発パーンと聞いてみるか。銃声は合計2発聞こえたわけですね。そうだよ、昨日夏美さんもそう証言していたしな。そのうち、あ、もうそのうちボートが帰ってきて男が一人窓の、まあ、ここも聞かないわけにはいかないでしょ。窓の外というのは、いや、そのまんまだよ。小屋の窓の外のことだよ。じゃあその人物の顔をはっきり見たわけですか。まあなあ、霧がいくら濃くても目と鼻の先だったからね。それは重要のことです。証言に付け加えてください。クックックなんかもうあれだよな、みつるぎがさ、この笑い方をさ真似してたって考えると、なんかちょっと急に、まあまあ元からその節はあったけど、より一層可愛いやつに見えてくるよね。ちょっとしばらくまともな出番はないけど、嫌な予感。あ、そっかそっか、笑ってんのはなんかここを崩されるわけがないと思ってるのか。その男は被告人で、ああ、まさか人を撃つことになるとはと言いました。カルマが呼んだ証人だ。そう簡単に矛盾などしていないだろう。弁護士もなかなか辛いな。あ、まだしばらくできるんだね。ちょっとあれだったな、最後のやつ揺さぶれなかったな。間違いありませんか。あら、もう早いって。おいおい、お父さんそれには反応してくれるんだ。間違いないぞ、ユキヒロ。まさか撃ってしまうとはと言ったんだよ、あの男は。少年、それはミツルキ・レイジに間違いないか。そいつだ、そのミツルが倒れた死んだんじゃね。これは決定的な証言ですね。疑問の余地はありません。カルマのやつ、わざと僕に尋問させて証言にインパクトを与えたな。なるほど、クックックな、なるほど。あ、マユちゃん戻ってきてる。あ、そういえばいたな。なんか前はなんかの罪で追い出されちゃったけど、それはもう不毛になったんだね。な、なるほどくん。法廷の空気が嫌な感じだよ。みんな私たちを睨んでる。ここで何か手を打たないと審理は終了してしまう。いや、息申し立てると申されてもな。これは今んとこ関係ないし、これは、まあ特に、あ、これだけか。さゆりさんもね、金属探知機、午前0時過ぎ、3発、ここだけが未だによく分かってないんだよな。これも多分関係ないし、この写真は結局見れないんだよな、あの大騒ぎさんからもらった。いや、どうする、何の手がかりもないぞ。なんかいつもだったらさ、意義を申し立てるところなんだけどさ、ここちょっと様子見た方がいいんじゃないかって思うよね。全然間違ってる可能性はあるけど、最悪負ければここに戻ってこれるしな。いや、負けたくないんだけどね。意義を申したって。いや、でもここで何か手を打たないと審理を終了してしまうって言ってんだよな。いや、でもさすがにちょっと意義を申し立てるか、さすがに。裁判長、
密歴が発砲してないことは昨日の法廷で証明したはずです。意義あり。弁護人、もしかしてそれはピストルについているのにのは被告人の右手の指紋なのに、写真で発砲しているのは左手だからという話か。そうです。やばい、チッチチタイム来た。そんなことは何とでも説明がつく。撃った後一度指紋を拭いたのかもしれない。まあ確かにな。そんなことより今の証言で全ては明らかではないか。まあ確かに、いや強い証言ではあるけど、いやまあ、ふむ。裁判長が考え込んでいる。どうすればいい。いやもうここもいい申し立てるしかないんじゃない。ここで様子見るが合ってる時ってあんのかな。裁判長、密歴がまさか撃つことになるとはと言ったかどうかは、その証人の証言があるだけです。もしかしたら嘘をついているのか。いやーそれはちょっと切り込み口としては違うような気がするんだよな。弁護士、法廷では証拠が全てを語る。そんなことすら貴様はまだ理解していないのか。証言が嘘だというならその証拠を提示したまえ。ナロ君、証拠は？ダメだ、今度こそ何もない。どうにもならないの？正直なところ、もうどうしていいかわからないんだ。いや、本当に確かになかったんだよな、さっき。お願い。お姉ちゃん、助けてよ。負けちゃうよ、ナロード君。3分はさすがに無理だったか。まだ気にしてんのか。開廷から15分。これは新記録だろうな。え？そこまで証人は下がってください。え？ぐー、お前さ、え？ちょっと待って。え？本法廷はこれ以上の審議の必要性を認めません。さらに被告人に対する判決を決める時間も必要としません。これは極めて明白な事件です。疑問の余地はない。そんな。ふん。いや、ちょっと待って。いや、仮に負けだとしても、これはさすがにシナリオ上の負けではないか？被告人、三剣玲治に判決を言い渡します。負けたくないって言ったじゃねえかよ。え？被告人はこれより身柄を支直でいいのかな？支直に預けるものとし、1ヶ月以内に高等裁判所において通常裁判を受けることにします。では本日はこれにて閉廷。え、本当に終わり？ちょっと待てー。俺だー。ちょっとあっけ取られすぎてセリフ読めなかったけど、これはやはりじゃないか。やっぱりくんじゃないか。来たー。いや来ると思ってなかったけど来たー。やはりな。何ですかあんたは。俺の話を聞いてくれよ。俺、事件があった昼の夜、あの公園にいたんだよ。昨日まではっきりしなかったんだけど、今日になって俺思い出したんだよ。いや、ちょっと、都合よくねえか？何をですか？銃声だよ、俺も聞いてたんだよ。てか、まあまあ、あんまりゲームに突っ込みすぎるのは良くないけど、傍聴席からいきなり乱入することってできないでしょ。静粛に。いやまあそこ突っ込むでしょ。これは何の騒ぎだ。判決はすでに下された。我が輩は閉廷を求める。待ってください、カルマケンジ、あなたは銃声を聞いたのですか？そうなんだよ、聞いてたんだよあの夜。まあそれは本当だろうな。俺さっきから客席で証言を聞いてたんだけどよ、
なんか俺の記憶と違う部分があるんだよ。それなのに、ミツルギが有罪なんて、俺納得できねえんだよ。俺証言するからさ、聞いてくれよ。静粛に。こんな事態は初めてです、だろうな。どうすればいいのか。いや、カルマはもう、ねえ、こう言うでしょ。裁判長、すでに判決は下った。キン。審理は終了だ。ナラダ君、やっぱりさんがくれた最後のチャンスだよ。確かに。しかし、あいつがやはりだけに心配だ。事態がより悪化する可能性もあるからな。いや、まさ、有罪以上の悪いことはないでしょう。三鶴木検事、有罪判決受けちゃったんだよ。状況が今より悪くなることなんてありえないよ。本当だ、その通りだ。そうだね、わかった。裁判長、目撃証人がいる以上、僕たちは話を聞くべきです。今すぐこの場で。必要なし。判決を覆すことなどできない。ふむ。え、裁判官って判決覆すことでできんのかな。なんか判決下した1分後とかにさ、あ、そういえばこれ見落としてたわみたいな。悩んでる。私の考えを言います。裁判ではいかなる場合でも誤った判決は避けるべきです。そのためには目撃証人の話は全て聞かなければならない。何を言う。先ほどの有罪判決は撤回します。いやあ、こういう展開とは。カルマ検事、この証人に証言を求めることを要請します。今すぐに。なんだと。これより5分間の休憩を取りたいと思います。その後この証人の話を聞くのです。では休憩に入ります。おお。いや、あのまま有罪取られてたらもう冗談じゃないってとこだったよね。10時28分、地方裁判所被告人第2控室。あ、危なかった、本当にな。すまないな、三剣、ハラハラさせて。ふっ、これぐらいの修羅場、なんてことはないさ。油汗びっしょりかいて何言って、なんか言ってるよ。結構なんだろう、コメント辛辣だよな。それにしても、やはりのやつ、何を言うつもりなんだろう。これなるほどか。やっぱりさ、あの夜、公園にいたんだっけ。確か、ね、うん、殿様を探してたんだよな。湖に飛んでいった殿様の人形を探していたとか。ああ、そういえば、あの夜、見つけたんだっけ、殿様の人形とボンベ。そっか、だったらボート2つあるはずだよな。そうだよ。おい、三剣？なんだ？む？なんだ、なるほど。おい、お前。なんだじゃないよ。どうしたんだ？ボケーっとして。いや、ちょっと、な。ん？あの、三剣検事？前から聞きたかったんですけど。なんだろうか？どうして凶器に検事さんの指紋がついてるんですか？ラグが出てきたな。一旦ちょっと中断します。はい、大丈夫だと思います。続けます。ああ。怒ったな。相手が、湖水に落ちた時、私は呆然となった。何が起こったか分からなかったのだ。その時目の前にピストルが落ちていた。つい考えなしに拾ってしまったのだ。あれはそういう場面だったのか。まあまあまあ、目の前で殺人が起きたら、まあ、いかに凄腕の検事といえども呆然とはするよな。特に理由はない。まあそこがちょっと覆しがつい。あ、めちゃくちゃ噛んだな。覆すことが難しいね。なるほどね。なるほど。ん？これはチャンスかもしれない。チャンス？カルマ検事はこれまで完全な裁判しか経験したことがない。完全な裁判。
完全に手なずけた証人に完全に揃えた証拠品。彼が決して負けない理由はそこにあるんだ。しかし、今回初めてそれが崩された。カルマ検事を一度も話したことのない証人に証言させることになる。しかも証人はあのヤハリだ。あ、ミツルギもヤハリの存在は認知してるのね。まあなんかつるんでたって話だったけど、いやでも俺、いやまあ、な、もうさすがに覚えてるか。小学校4年生の友達とか。24だしね。ということは、好きだらけの証言になる可能性が高い。やったね、なるほどくん。これで10分やられちゃうなんてこともないね。10分でやられちゃうなんてこともないね。うるさいよ。すべてはやはり次第か。はい、12月27日午前10時35分。第3法廷。ざわ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 。では、審理を再開します。証人。事件のあった12月24日の夜、あなたが見たことを全て証言してください。ま、任せてくれよ。頼むぞ、やはり。認めたくないが、お前が最後のチャンスなんだ。何を思うか、カルマ。カルマも証人を手なずける暇はなかった。ミツルギの言った通り、隙が埋められればいいんだけど。来たね。よし。やるぜ。俺、あの夜、湖でボートに乗ってたんだよ。探し物があって、で、それが見つかってさ。ボートをこっそり、ボート屋に返したわけよ。で、帰ろうかなと思った時に、パーンと音が聞こえてきたんだ。俺が湖見た時は、ボートには気がつかなかったぜ。その一発の音を聞いた後は何もなかったんで、帰ったんだ。いやいや、そんだけ？そんだけ？なんかいろいろ問題がありそうな証言でしたね。とりあえず弁護人、尋問お願いします。はい。どうしたの？なるほどくん。やはりだけに何が出てくるかわからなくて、ちょっと怖い。でも、ここまで来たらやってみるしかないって。普段のパターンだとさ、もう揺さぶりまくって、そこの中の隙をついてって感じだけどさ、やはりの場合、どうなんだろう。揺さぶりすぎてさ、変なこと言われたら、やばいって流れになったりすることもあるのかな。ちょっとそれも警戒していこうと思います。俺、あの夜、湖でボートに乗っていたんだよ。探し物があって、で、それが見つかってさ、あ、なんかちょっと新しい立ち位だね。ボートをこっそり、ボート屋に返したわけよ。まあ、探し物が何かってね、聞いとくか。探し物？まあな。証人、何を探していたんですか？意義あり。証人が何を探ろうが事件には関係がない。そんなことはねえって。大方ヒョッシーでも探していたのだろう。実はその通りだったりするんだよな。え？あ、え？ん？その通りではなくない？そんなことはどうでもいい。早く終わらせてもらいたい。まあ、とりあえず聞こう。それは何時頃のことですか？それなんだよな。探し回ってたの1時間ぐらいだから、多分12時頃だと思うけど、はっきりしないわけですか？なんだよ、その顔は。俺、なんだ、ん？明石の展望台じゃねえんだぞ。どういう例え？進歩のないやつ。なんかちょっと、同級生同士しかわからない例えやめてもらえます？で、帰ろうかなと思った時にパーンと音が聞こえたんだ。その音はどこから？それがさ、わからなかったんだよな。あたりを見回したんだけど、湖の方も見ましたか？ああ、見たぜ。あ、そんだけ？あ、この時にボート見てなかったんだ。湖の上にボートはなかったんですか？そっか。同じぐらいの、てかそうだよな。
おっさんもやはりも同じタイミングで水を見たわけでしょ。でもやはりに見えなくておっさんに見えたってことあるのかな。静粛に。そうなのですか、商人。いや、そんなに盛り上がられると困るかな。霧が濃かったし、ボートがあったかどうかはっきりわかんねえや。とほほ、大事なことなのに。ふん。いや、これはでも大事じゃない？その一発の音を。え？それはつまりだからあれかい？二発目が撃たれた頃にはもうすでに帰ってたと？そんなすぐ帰る？だって結構割とすぐ二発目続いたんでしょ？これ大事じゃない？てか突きつけるってそういえばさ、何を突きすればいいの？あとこれもなんだよな。11時50分に。あー、これが最初の一発か。あー、じゃあやはり、あ、こんなに時間差があったんだね。30分も？ん？違うな。10分からの15分だから25分か。25分も上がったの？それは帰るわ。まあちょっとこれ聞こうか。じゃあ結局パーンという音を一発聞いただけ？そうだよ。どう？七夕くん。そうだな、なんか気持ち悪い証言。気持ち悪い？とにかく矛盾点を叩きつけてみるよ。ごめんね。私がお姉ちゃんさえ呼べれば大丈夫だって。ちょっとメタ的な発言をするとお姉ちゃん呼ばれるとなんか達成感がなくなるから。そこは大丈夫。ってことじゃあ突きつけんのか。なんかまあこの DL6 号事件系は関係ないし、ん？違う、待って、この写真は11時50分でしょ？なんだけど、ここには0時過ぎに2発の銃声が聞こえたってことだよな。だから3発あったんだ。たまたまそれぞれの証人が2発ずつしか聞いてないだけで、本当は3発あったんだ。何かしらのね、まあ、それがクラッカーなのか銃なのかわかんないけど。ってことは突きつけは、で、これなんて言ってた？もう一回聞いてみよう。どこから？それがさ、わかんなかったんだよな。あたりは見回したんだけど、見たぜ。で、時間がいつだっけ？それは何時頃のことですか？それなんだよな。探し回っていたの1時間ぐらいだから、多分12時頃。はっきりしない。いやー難しいな。やはりに突きつけても意味あんのか。パーンと音が聞こえたんだよね。ボートは気づかなかったぜ。その一発を聞いた。まあじゃあ多分ここに突きつけんだろうな。絶対2発聞こえてるもんね。だってもうほぼバックトゥーバックでしょ。これじゃないか。ちょっと怖いから、セーブはさせてもらう。まあ別に1回のミス程度では、ね、別に、やり直しはしないけど。これでいいんじゃないか？お、音楽止まった。よし。ちょっと待てよ、やはり。あ、そこは友達感覚なのね。なんだよ。お前、パーンっていう音を一発しか聞いてないのか？そう言ったろ？でも、昨日の証人の大騒ぎ夏美さんも、さっき証言したおじさんも、パーンっていう音を2回聞いてるんだぞ。
え？いや本当にやはりからしたらいいだよな。お前本当にちゃんと聞いてそこ突っ込んでもしょうがないだろ。お前ちゃんと聞いてたのかよ。耳掃除ちゃんとしてるか。おい、なるほど。ん？さっきからちょっと気になったんだけどよ。俺、証人だぜ、証人。お客さんよ、いわば。そのカジュアル、気にしてた。そのカジュアルな口の聞き方やめろよな。証人、なんだよ。本当に一回しか音を聞かなかったんですか？実はさ、はっきりしないんだよね。は？はっきりしない？どういうことだ？いや、俺さ、もしかしたら一発聞き逃してたかも。銃声聞こえないってことあるかな？そういえばよ、俺、あれ聞いてたから。あれ？あれって？ラジオだよ。ラジオ。ヘッドホンでさ。いや、当てにならねえ。何しに来た、お前。なに？静粛に静粛に、ブーイングをやめてください。プロレスじゃねえんだからさ。証人、あなたラジオを聞いていたんですか？なんだよ、その人を蔑んだような目は。悪いかよ、ラジオ聞いちゃよ。ふぅ。カルマ検事、何か意見は？時間の無駄だ。我が輩はこんなうさんくさい証人は認めぬ。ふむ。どうしますか、なるほどくん。証言を続けてもらえますか？あ、これはチョイスが出てないから、これはもうどの道続ける流れかな。裁判長、お願いします。証言を続けさせてください。はっ。引き際を知らぬ弁護士ほど惨めなものはないな。では、少年。ラジオのことも含めて、もっと詳しく証言を。おう、任せな。やれやれ。いや、しかし、まさか、やはりがここでな。クリスマスイブだったのに、一人なんて寂しいじゃねえか。だからよ、リクエスト番組聞いてたわけ。それはもうガンガンの大音量でさ。でも、銃声っぽい音を聞いたのは間違いないぜ。音が聞こえた瞬間の DJ の言葉もはっきり覚えてるよ。なんて言ってたの？ラジオ？しかも大音量で聞いていたんですか？なんなんだよ、さっきから。いいじゃねえかよ、ラジオぐらい聞かせてくれたってよ。まあまあ、それはね、別に、普通だったらそうなんだけど。あいつ何が問題なのか完全に分かってないな。裁判長、こんな証人の言葉が信用できるだろうか。大方西洋大、西洋大工の弟でも聞き間違えたのだろう。確かにそうですね。証言には信頼が、お、なるほどが、勝手にぎやりした。待ってください。証人は音がした瞬間の DJ の言葉を覚えていると言った。DJ？ アナウンサー、お便りを読む人のことです。ほう。レア化とか、レアって言葉は知らなかったくせに、DJ って言葉は知ってんのか、貴様。とにかく、問題の音がした瞬間、音楽は鳴っていなかったのです。だから音が聞こえた可能性は十分あります。尋問をさせてもらいますよ。わかりました。危ない危ない。本当にな。一人なんて寂しいじゃねえ。ここはもう全部聞けるのかな？聞いてこっかな。だからラジオ？そうや。誰かに語りかけて欲しかったんだよ。わかるだろうな。なあ、この切ない気持ち。こんなところで揺さぶるんじゃなかった今のはプレイヤーに対してのツッコミですね。だからよ、リクエスト番組聞いてたわけ。まあ、これは大事だな。ちなみに何という番組ですか？え？いや大事だって。事件には関係ない。答えを聞く必要もない。異議を認めます。証人はラジオを聞いていた。それで十分です。どれくらいの音量で聞いていたのですか？それはもうガンガンの大音量でさ。もうこれはもう無視よ。でも銃声っぽい音を聞いたのは間違いないぜ。それ、証明なんか、できるわけないか。
まあ証明はできないけどさ、俺その時のことを詳しく思い出せるぜ。話してるうちに記憶がはっきりしてきたからさ、そういうのはあるよね。ほう、まあここだな。なんて言ってた？大事だってだから。弁護人、頼むから無駄な質問はやめたまえ。そんなことを聞いてどうなるといいのだ。そうですね、特に意味があるのならば質問を許しますが。あるよ、意味あります、もちろん。どんな？う、それは聞いてみないと。なんとも、まあいいでしょう。あぶねえ、ポイント引かれるかと思ったぜ。証人、証言してください。パーンという音を聞いてた時、ラジオのアナウンサーは何を？クリスマスはもう目の前。こっちだったか。こっちの音を聞いたのか。3発ってことになるな。だとしたら、オッケー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 。クリスマスはもう目の前ですねって言った瞬間に音がしたんだ。間違いないですか？ねえよ、今もあのキュートな声覚えてるぜ。大した手がかりにならなかったか？いや、なってるなってる。何の変哲もない証言だよな。あの一箇所を覗いては、あそこを重点的に突っ込んでみるか。これはもうね、これも突きつけるとしたらここなんじゃないですか？え、でもやはりが聞いた音がここだってなったらどうなるんだ？で、このもう一枚の湖の写真はカルマは知らないんだよな、さすがに。どっちだろう、これを出せばいいのかな。午前0時過ぎなのにクリスマスも目の前ですねって言ってるから、どっちを出せばいいんだろう。なんかどっちもあり得るから、なんか意味もない間違いをしたくないんだけど、これはちょっとまだ後じゃないか。またこれじゃないか。0時過ぎにこれでいいのでは。まあ間違えてもしょうがないっていう覚悟できます。お、多分これが正解だ。やはり、いや、証人、今の証言間違いないか。え、なんだよ怖い顔して。お、俺をビビらせようったって、そうはいかねえぞ。おめ、こっちの味方じゃないの？まあ、証人だから味方も関係ないけど。どうしたんですか？なるほど、君。裁判長、こいつは今こう証言したんですよ。泣いてる。クリスマスはもう目の前ですねと DJ が言ってた時、銃声を聞いた。それがどうかしましたか？クリスマスを目の前ということはいいですか？こいつが銃声を聞いた時はまだクリスマスイブだったのです。そうなりますね。しかし夏美さんとさっきのおじさんははっきり証言している。銃声を聞いたのは午前0時を過ぎていたと。つまり夏美さんたちはクリスマスになってから銃声を聞いている。これは明らかに矛盾しています。確かに。それがどうこっちの駅になるのかわからないけど。静粛に。どういうことですか？二人の証言は0時過ぎに銃声を聞いている。しかしこの証人は0時前に銃声を聞いたという。裁判長、簡単なことだ。その証言台の男が勘違いしたのだ。見るからにそそっかしそうな男ではないか。まあそれは認めるけど。なんだと？ふむ、なるほど、君、どうですか？やはり君が12時前に銃声を聞いてたというのは、いや正しいだろ。やはりは間違っていない。0時ちょっと前に彼は銃声を聞いたのです。面白い。そこまで言うからにはもちろん証拠があるんだろうな。来たね。0時より前に銃声が鳴ったという証拠だ。もうこれはもうこれですよ。
おら。この写真を見てください。昨日の証人、大沢木夏美さんが例のカメラで撮影したものです。撮影時刻は12時24分の、あ、間違えた。12月24日の午後11時50分です。ほほう。ん？でもこの写真には湖の他に怪しいものは写っていませんよ。裁判長、何が写っているかはこの際問題ではありません。問題なのはその写真がなぜ存在するか。どういうことでしょう？いいですか？写真はあるカメラで自動撮影されました。破裂音に反応してシャッターを切るようにセットされたカメラ。あ！そうです。午後11時50分にも破裂音が鳴ったのです。だからこの写真が存在する。でもこれは大騒ぎさんは聞こえてない程度の破裂音ってことだよな。だからこの写真が存在する。つまり、やはりが銃声を聞いたのは間違いなくクリスマスイブだった。そうなるとどういうことですか？大騒ぎ夏美さんは0時過ぎに銃声を聞いたと証言しました。彼女の方が間違っていたのですか？そうではありません。実際カメラは0時15分にも写真を撮っている。あの夜、銃声は25分の間を空けて2回鳴ったのです。これは確かにそうなんだけど、なぜなんだよな。ごまかされてはいけない裁判長。カメラはあくまでも破裂音に反応したに過ぎない。どういうことですか？チッチッチッ。11時50分になった破裂音が銃声だったという証拠はない。そこの証人がくしゃみをしてカメラが反応したのかもしれん。お、俺はくしゃみなんかしてねえぞ。ふむ。さて弁護人、もう後に引けませんよ。私に提示してください。11時50分になった破裂音が銃声だったという証拠を。これなのでは？だってやはりはさ、もう陸上してたわけだ。陸上し、もう陸にいたわけだよな。いたとしたら殿様まんじゅうのとこにいるはずなんだよ。で、大騒ぎさん一番上の車のとこでしょ？さすがにくしゃみがあんなとこまで行くかねっていう話ではあるよな。これな可能性もちょっとあるけど、3発。まあでもこれはちょっとまだ後だろうな。で、大騒ぎさんもさ、なんか一発目はなんかチャッチーみたいな。まあ、そんなこと言ってなかったかもしれないけど、それらしきことは言ってた記憶はある。これでいいのでは？いやでも弱いか、証拠として。くしゃみではないな、少なくともくしゃみではないという証言はできるけど。いや怖い怖いな。いや、これにかけよう。あ、やばい。音楽が。弁護人。何ですか？その薄ら笑いは。お、これは勝ったのでは？はあ、ちょっと自信がなかったもので。え、ちょっと待って待って待って。お前さ。自信のない証拠など見たくありません。もう一度改めて命じします。私に提示してください。破裂音が銃声だった。まあ、だったらじゃあ銃か。証拠は、あ、これで合ってんのかな。証拠はこれです。凶器ですか？ずっと気になっていたんです。昨日の証言では銃声は2発だった。しかしピストルは3発撃たれています。残りの一発はいつ撃たれたのか。今その答えが分かりました。0時ちょっと前、やはりが聞いていたのがその銃声だったのです。なんで撃ったかっていう話になってくるよな。少なくともこれは確実に2発目か3発目でしょ？てか多分3発目だ。
一発撃たれたのを聞いて出てきて写真見てたら2発目が撃たれた時にこれだったもんな。つまりこれは3発目というわけだ。確かにそう考えると辻褄は合いますね。しかしそうなると不思議なことになりますね。その通り、銃声は25分の間を分けて2回鳴ったことになる。11時50分と0時15分。一体なぜだ。くそ、ここで何か答えを出さなくては。待てよ、え、なんか分かった？俺分かってないけど。ん？ 25 分の間が空いた銃声？ああ！どうしたの、なるほどくん。見えてきたぞ。ん？もうちょっと俺、迷いちゃん側だわ。全然わかってねえわ。殿様の事件覚えているかい？うん、覚えてるけど。今回の犯人もね、同じような考え方をしたんだよ。どういうこと？迷いちゃん。うん。今、答えを出さないと有罪判決を覆すのは無理だ。これから僕は思いつきでこの事件を解決してやる。え？大丈夫なの？そもそも大丈夫なら有罪判決なんてもらわないよ。僕がなんか変なことを言ったら教えてくれ。え？わかった。裁判長。なんですか、なるほど君。ただいまの証言で全ての事件への謎は、今回の事件の謎は全て解決しました。ほう。どういうことですか、弁護人。いや、俺は全然分かってないけど。まあいいや、聞こう。くっくっく。貴様にもやっと分かったか。犯人は御剣霊司以外にはありえないということが。そうではありません。もちろん犯人は他にいます。いいか、若いの。もう一度、落ち着いて状況を思い出してみろ。犯行時間。湖の上にはボートが一つ浮いているだけだった。それは証人の写真が示している。ボートには被告人の御剣と、被害者の生倉弁護士が乗っている。ボートの上で銃声がして、生倉弁護士が、湖に落ちた。被害者が撃たれた距離は約1メートル。自殺ではありえない。どうだ？ボートの上に残ったもう一人の男が犯人に決まっている。確かにそれ以外は考えれないと思いますが。そうですね。でもそれは、被害者が撃たれたのが、ん？ 0 時15分だった場合の話です。どういうことですか？この通り、発砲の瞬間の写真もあるじゃないですか。この写真は0時15分に撮影されたものですよ。しかし、それより25分前にも、やはりが銃声を聞いている。生倉弁護士はその時に殺害されたのです。もう、無理やりこじつけようとしてるのか。これだと信じて。そう考えないと犯人は御剣しかいなくなるからな。ちょっと大丈夫？弁護士、何を言っておる。ではこのボートの上の人影は一体誰なのだ？まあ、ミツルギと生倉弁護士になっちゃうと、ミツルギが犯人になっちゃうでしょ？でも、ミツルギは銃を拾ってるわけだから、絶対にミツルギはいるはずなんだと。となると、ミツルギと犯人ということにしかな。怖い。やばい、難しいぞ、今回。状況がまだ飲み込めてない。しかも間違えたらペナルティだし。剣は 100% 誰かとボートに乗ってたから、これは間違いない。他にボートはなかったから、絶対にこれだけだと。
大詐欺さんもヒョッシー探して湖をくまなく見た上で一層しかないっていう結論にたどり着いてるわけだから、絶対にミツルゲ乗ってるはず。でもミツルゲと長枕弁護士だったらもうミツルゲやられてしまうと。で犯人と長枕弁護士だとミツルゲはどうしたのって話になっちゃうから、もうこれしかなくなるなどは、ちょっと間違ってたらごめんだけど、ナムさん、もちろんミツルゲと犯人ですよ。犯人は長枕弁護士を11時50分に殺害したと。天倉弁護士になりすまして貢ぎに会ったのです。ほう、そんなバカなことが。貢ぎはなぜ事件の夜湖に行ったのかは話してくれません。しかしおそらくあの夜貢ぎは天倉弁護士に呼び出されて湖に行ったのです。貢ぎは天倉弁護士の顔をよく知らなかった。確かに分かってなくても当然だな。当時8歳とかだったから、9歳か。だから犯人が入れ替わっていてもわからなかったのです。なんということでしょう。バカな。なるほど君、一体あなたの言う犯人とは誰なのですか。犯人ですか。そいつの名前は、いや、わからないでいいだろ。夏美さんなわけないし。密力なわけでもないし、わからないでいいんじゃないか。犯人の名前、そんなのわかりませんよ。今の顔腹立つな。わからない。貴様、ふざけるな。でもこれで合ってるっぽい。だって、名乗りませんでしたからね。あ、そういうことか。おじさんってこと？犯人はボート小屋の管理人、あのおじさんですよ。彼は11時50分、生倉弁護士を殺害したんです。管理人のおじさんが、一体どこで？え、でも殺す理由あるよ。だって生倉弁護士はさ、無罪にしてくれたわけでしょ？だったら親父はなんなら恩義を感じてる、くらいでもいいはずだけど。一体どこで？その時間湖にボートはなかったんですよ。誰かを撃つためにわざわざ湖の真ん中に出る必要はない。今回の本当の殺人現場はボートの上ではなかったのです。なんですって？では一体どこだったのって言うのでしょう。ちょっと待って、待って、しかも証拠とかも見れないんですけど。待って、わかんない。ちょっと待って、巻き戻させて。わかんないって。ここってこと？ボートの上だけど別にここじゃなくてもいいって話だもんね。いや、ここだと信じよう。合ってる。この辺でしょうか。この辺？何か根拠あるのですか？おっと、間違いようだぞ。ちょっと待って。待って、困るぞ。ちょっと待って、本当にない。そうですね。ふざけてんのかお前。根拠なしもまた根拠なりというのは？軽くあしらわれてしまった。あ、でもペナルティないのか。裁判長に本当の場所を示そう。じゃあもう消去ほどここしかないぞ。もちろんここです。彼が住んでいる管理小屋ですよ。誰にも見られず被害者と会うことができますからね。意義あり。そこが殺人現場だったという証拠はあるか。さっきのやはりの証言を思い出してください。うん、やはりはあの夜ボートで探し物をしていました。
それを見つけて彼はボートを返します。そして帰ろうとした時も彼は銃声を聞いた。さてこの時彼はヘッドホンをしていました。でも銃声は聞いて、なるほど、近くじゃないと聞こえないってか。でも銃声は聞いている。つまり銃声はやはりのすぐ近くで鳴ったことになります。それはどこか。ボートの管理小屋ですね。はあ。なるほど、君。あの夜、ひょうたんこで一体何があったのか。最初から説明してもらえませんか。は、はい。ナラダ君、大丈夫なの？どうかな。いやもう本当に当てずぼって言ってるだけだもんね。多分、最初から順序立てて考えていけば、なんとかなるんじゃないかな。あの夜、ボート屋の管理人は生倉弁護士を管理小屋に呼び出しました。ああ、写真が出た。撃った。これが11時50分頃の出来事です。やはりの聞いた銃声はもちろんこの時のものです。その後、管理人は生倉弁護士のコートを着て彼になりすまします。そして、密林とボートに乗り、湖の中央へ出た。なるほど、奥。では、ボートの上でピストルを撃ったのは？まあ、これしかないな。おお、待って。全然ボケた顔してないんだけど。もちろんピストルを撃ったのは犯人の方です。密林に当たらないように、適当に2発撃ったのです。ちょっと待ってください。当てるつもりがないなら、なぜ2発も撃ったんですか？細かいことを聞くなよ。いや、そういう仕事だろ。どうした弁護士、言っておくが説明に詰まった時点で貴様の負けだ。キン。なぜ犯人は2発撃たなければならなかったのか。あ、そういうことか。1発撃って注意を引いて、その上でもう1発か。それは目撃者を作るためだったと考えられます。目撃者を作る。犯人はまず一発ピストルを撃ちます。そうすればその音を聞いた人は必ず湖を見る。実際夏美さんも音がしたから湖の方を見ています。さて犯人は少し間を置いてから2発目の銃を撃ちました。そしてもう自分飛び込んだんだ。犯人は自分から湖に飛び込んだんです。ピストルはボートの上に残して。でもさ、それを密力が触る確証はなくない？なるほど。それを涅槃から見ていれば、読めない、湖畔から見ていればもう片方の人物に撃たれたと思ってしまうでしょうね。犯人はカメラが設置されているとは知りませんからね。わざと目立つように2発撃って誰かに見てもらおうとしたんです。ふむ。あとは簡単です。湖を泳いで戻った管理人のおじさんは天倉弁護士の死体に元通りコートを着せて、その死体を湖に投げ込んだのです。これが今回の事件の真相です。でも動機が見えてこないな。筋は通ってるけど大丈夫か。法廷係員、今すぐ先ほどの証人を連れてきなさい。あのボート会の管理人です。早く。はあ。今何分くらいやってる？もう1時間ぐらいやってる感じか。また。あ、ではあの管理人が来るまでの間、被告人三剣玲二に話を伺いましょう。被告人、証言台についてください。いや、なんかもう癖の強い声が揃っちゃったな。しかも三剣とカルマは演じ分け大変だぞ。どっちも低い声やってるから。三剣君、弁護人の話を聞きましたよね。うむ。いかがですか。なぜあなたはあの晩湖に行ったのでしょう。なるほど。弁護士に言ったことは大体において正しい。君が悪いぐらいだ。そう、私は数日前、一通の封書を受け取った。生倉弁護士という男からの手紙で、クリスマスイブの夜の12時、湖のボート小屋に来い。大事な話がある、と。
これは本当に受け取ったのかな、あの生倉弁護士から大事な話とは。いや、そう、それは言えない。ふむ。係官、あ、裁判長殿。係員、係官、審理中です。静かに。はあ、やべえ、管理人が消えました。管理小屋にも帰っていません。なんですって。どうしましょう。早く後を追うのです。逃してはなりません。もう逃げたってのはもう証明にもなるよな。いや、じゃあ、あのボケてたのもフリってこと。カルマイ検事、逃げた管理人はすでに手配済みだ。ふむ。さて、言うまでもなく、この状態で判決を下すことは不可能です。よって審理を明朝最終日まで延期します。警察は全力を挙げて管理人の行方を探すように。いいですね。そしてもう一つ、一体あの管理人は誰なのか。彼の身元も非常に重要だと考えます。合わせて調査を命じます。これはちょっとさすがに了解したって言わないとダメなんじゃない。言わないか。では本日はこれにて閉廷。はあ、こういう感じで終わるのか。まあでも有罪にならなかっただけお手柄じゃないか。ひとまずは午後1時22分。すげえ長いことやってんな。3時間ぐらいやってんのか。地方裁判所被告人第2回室。なるほどくん、やったね。うん。なんとか有罪判決をうやむやにできたよ。でも、カルマ検事もやっぱりさんの出たまりぶりには肩なしだね。やっぱりさんのおかげだよ。やはりか。敵に回すと恐ろしい男だな。それにしても、毎回なんでこうギリギリまで追い詰められるかな。本当にな。依頼人を助ける前、あ、こっちが参っちゃうよ。なあ、三剣。なんかちょっと微妙な顔してる。三剣検事？あ、なんだろうか。なんでそんな苦しそうな顔してるんですか。この分なら明日は多分無罪っぽいですよ。たまにはちょっとニコニコしてみましょうよ。ニヤニヤはしてるけどな、いつも。あー、でもなんかその会話内容が世に出てしまうのが嫌なんだろうな。君たちにはすまないのだが、どうもそういうわけにはいかないかもしれない。どういうことだ。なるほど、ずっと迷っていることがある。君に話すべきかどうか。三剣？もう時間がない。話してしまって楽になりたい。しかし楽になりたい。やはり今は決心がつかない。それは何の話だ、三剣。私の悪夢の話だ。私が起こした罪の記憶。お前の罪？待って、これさ、撃ったのが三剣って可能性なくない？このまま安直にさ、 DL65 事件の犯人も今回の事件もボート小屋の親父でしたっていうのはなんかちょっとあっさりしすぎてる気がするんだよな。三剣が間違えて撃っちゃったとかそういうのあったりするかな。でもなんかおかしいもんね。ボート小屋の主人が撃って三剣だとしたらもうただの被害者じゃん。まあ目撃者を覚えてないっていうね、自責の念かもしれないけど、まあ、ちょっと話を聞こう。殺人の記憶だ。そうかな、やっぱりこれそうじゃない？え、ここで終わんの？うわー、いや、ここで終わるか。か
いや、でもこれはもう結末も近いぞ。多分、あと一回探偵パートを挟んで、そっから多分だけど今回の事件も DL65 事件も全部解決するんだ。だとしたら多分最後の裁判めちゃくちゃ長くなるんじゃないか？いや、今回もすげえ長く感じたけどね。なんかちょっと第一審ほどの達成感はないけど、いや、今回面白かったね。なんかちょっと謎が謎を呼ぶって感じで。とりあえずセーブ。うん。法廷パートもこれでいっか。ん？え？ああ、そういうことか。うん、オッケーオッケー。3日目探偵になったね。オッケー。じゃあ次回は、うん。探偵パートして、もう全部解き明かすと。なるほどが。で、さすがに千尋さんも出てくる感じかな？この感じは。いや、最後まで結局何、一回も出てこないってことありえないよね。いくらなんでも。ちょっと裁判中には出てきてほしくないんだけど、探偵パートぐらいならね。もう顔も見たいし、声も聞きたいし、声は聞いてないか。まぁ、ちょっとその、もろもろを楽しみにして、次回に持ち越したいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回、お会いいたしましょう。さよなら。